こんばんは、27歳貧乏フリーターです。11時間労働から解放されて帰ってまいりましたが、洗い物が多いという現実に直面し落胆しております。いや、彼はホーランドロップのミータン7歳です。私の相棒です。21時31分です。もうね、バイトから帰ってきたらもう寝るだけですよ。やることは本当に何の生産性もない。てかね、玄関が寒すぎるんですよね。なんやこりゃ、玄関とリビングの温度差が激しすぎる。でね、上半身裸の状態で今から私はゴミの分別をしたいと思います。もうペットボトルとかカンカンとか本当に何も仕分けてなかったんですよね。なんで今のうちにやっとかないと、もうどどにどどどどって徐々に溜まっていく一方なんでね。痛すぎて、あれが飲食店バイトなんですけど、皮膚科行ってるんですけどね、皮膚科行ってクリーム塗ってもまたこの始末です。仕方がないっすね。大丈夫、赤切れが痛いんですよ。私飲食店バイトなんですけど、この赤切れに耐えながらお風呂をしていますね。本当にこのシャンプーとかしてるとき手めっちゃ痛いんですよ。でもやらないと、頭皮マッサージもやらないとハゲする可能性があるんで。ハゲする？どういうこと？でこ広いね。髪の毛をトリートメントだから髪の毛を染め直さないといけないんですけど、染めるお金がないので放置した結果プリンですわ。で化粧水、乳液、トリートメントを使います。私は27歳のアラサーなんでね、もう下手しそろそろもうシワとかも出てくるかもしれませんので、このように一生懸命塗りたくるわけでございますよ。足に関してはね、すね毛剃っているんで、もうこれはね、塗らないといけない。体がカサカサになる、マジで。これはよろしくないぜと。あ、これはね、クリームですね。皮膚科からもらったクリームでございますけども、これを塗ることによって、ちょっとマシになるんですよね。はい、こちらはですね、サランラップ療法っていうことで、これ実際にお医者さんがおっしゃってたんですけど、サランラップ療法で、このサランラップを巻くことによって、薬が染み渡るんです。21時58分です。ドライヤーは約20分かけていきます。もう金髪はなかなか髪の毛がね、乾かないでございますからね。はい、洗い物を頑張ります。頑張れよ。おい、僕頑張れよ、洗い物。ね。ただちゃんとこういう風にゴム手袋をつけるわけでございます。偉いですよね。こうやってウエッサホイサと洗い物をしていきましてですね。もう洗い物が本当に多い。てかね、私の 1K の6畳の家賃5万4300円の家ですからね、こんなもう安い家のね、もう洗い場は狭すぎるから、だからね、洗い物がねしづらいんですよね。あと関係ないですけど、キッチンでまな板縦にしか置けないの辛すぎます。これ一人暮らしの貧乏あるあるだと思うんですけど、で洗剤がまあしみる。ほんでね、これよく見ていただいたら分かると思うんですけど、コンビニ飯のお弁当箱も洗ってるんですよね。だって匂い残るじゃないですか。あ、すいません、昨日給料日だったんでセブンイレブンで散財させていただきました。で、その細かい動画に関しては前回の Vlog 動画、これ概要欄載せてるんで、よかったら見ていただけたら幸いでございます。夜ご飯を作るよということで、今日はネギを切ります。ネギは3本で159円でした。なんでか知んないですけど、この時期めっちゃネギ安いんですよね。高い時はネギ3本で300円とかしますからね。白菜は 20% オフでございました。白菜は貧乏人の味方ですよね。これは100均で買ったお鍋にポンというものでございます。今回はこれで味付けをしてまいりますね。フライパン兼鍋でやります。土鍋を実際買ったんですけども、だから IH 対応してなかったんで土鍋使えなかったですね。相棒を解放します。この子を毎日最低1時間か2時間は遊ばせるようにしておりますね。はい、いってらっしゃい。階段丁寧に使ってた足場に優しい。はい、消えた。消えましたね。お帰りなさいよ。ただね、カバン噛まれちゃ嫌なんで、ちょっと遠くに移しておきます。ということでね、鍋を作ってまいりましょうということでですね、もうこの業務用の白滝はファンの方からの差し入れでいただきました。1キロでございます。白滝さんはね、体にいいですからね。あとこれ業務用スーパーで買いました、タラの煮付け、ね、何これ、タラでございますね。一人暮らしだとお魚が不足しがちなので、こういったものは家に常備するの大事だと思います。もやしは23円、安い。
で、これを放置していくわけでございますけども、もやしはまず輪ゴムで縛りましてですね、洗い物をしていきます。でっかい洗い物は食前に洗うことを心がけております。食後にでかい洗い物があったらね、すごい憂鬱になりますからね、とか言っておきながら大概できてないんですけど、こうやって写真を撮って SNS に載せるわけでございます。めんつゆで味付けしていきます。いや、もともと味はついているんですけども、水の量が多分多かったのでめんつゆで調整してるって感じですね。これ玄米なんですけども、2日くらい前の玄米なのでカピカピでしたね。レンチンしました。はい、これタオル敷いて、この鍋のまんま食べていくわけでございます。この鍋のまま食べるっていうのがね、その男性にとってめっちゃいいんですよ。なんか女性はわかんないですよね。写真撮ってツイッターに載せますよ。炊飯人間でございますので、私食べようぜ。22時47分です。大半がドライヤーの時間で潰れちゃいましたけどね。いただきます。ちゃんと食べていきましょう。あの黒みちゃんの髪留めるやつ可愛いですよね。うん、これはアピールです。何の？で、これで食べていきます。本当にそのバイト終わりって、私はマジでカップ麺ばっか食べてた時期もあったんで、こうやってちゃんと食べてるの偉いです。バイトの疲れが吹っ飛びますね。幸せっすわ。ごめんなさい、今玄米が喉に詰まってるんですけど。ああ幸せ。今日はとりあえず錬金続きで、今日は11時間労働で、明日も11時間労働。これ食べてもうすぐ早起きしないといけないですね。面倒面倒って言っちゃった。面倒いですよね。こうして私は黙々と食べていくわけでございますよ。一人暮らしの食事っていうのはね、笑顔が出ないですからね。本当に喜怒哀楽の無の表情で食べるわけでございます。タラの煮付けを米に乗せて、米と一緒に食べたかったけど米がカピカピすぎて魚しか取れなかったぜって話なのよね。すみません。白滝が美味しいんです。私は麺類が大好きなんですよ。こうやってすすって幸せでございますよ。もやしもすするっていう部類に入るんかな。そう考えたらもやしも実質麺類なんかな。は？って思ってますよ、私だって。ジャスミン茶がうめえんだ。はい、ミータンの背中で私のピントが合っていませんが、私は今黙々と食べております。ミータンは極楽しているんですよね。ミータン可愛い、愛してるよ。もうその気持ちでいっぱいいっぱいでございますよ。はい、食べ終わりましてですね、洗い物でございます。ここからはね、それ彼女と ビデオじゃないわ、普通にテレビ電話、テレビ電話じゃない、なんでテレビにこだわるの、普通に電話をしています。愛してるよ。はい、気持ち悪い。フライパンを洗いながら愛してるよとか言っている男、はい、もうくたばれとか言っておきながらね、はい、すみません。いや、でも本当に私の彼女はすごい優しいので、 Vlog 動画撮影している最中でも電話をさせていただけるという本当にありがたい存在でございます。はい、で、これはですね、あのファンの方がくださった差し入れでございますね。実は今日バイト中にファンの方、視聴者さんがですね、遊びに来てくださいまして、そしてお菓子くれたんですよ。すごいでしょこれ、めっちゃ美味しい。私チョコレート大好きなんですよね。いただきます。そんなヤバくはないんだけど、あ、そうなんや。私これ大好きでございますね。彼女と一緒に食べたかったなっていう気持ちはありますね。本当に私はね、彼女がめっちゃ大好きなんですよ。愛してるんですよ。やばいんですよ。もう本当にキモ彼氏、キモオブキモ、おい、キモい食べ方。そしてね、大丈夫かな、歯磨いていきますよと。実はね、まだ歯磨いていますけど、彼女と通話は切っていませんのでね。はい、こちらお水でございますね。さて何、さゆって言おうとした、全然冷たいぜ、おい。で、これで洗い物も終わって一息つきましたよと。コンタクト外していきますよ。2ウィークのコンタクトを使用しています。月額2980円なんですよね。ワンデー使っていた時と比べたら月々7000円くらいの差額が出てるんで、めっちゃ安いんですよね。今からやることは何でしょう。はーい、クリーム塗ります。もう手のね、あれがやべえんだ。はい、一刻も早く直したいんですよ私は。ただね、これめっちゃぬるぬるするんですよ。痛い痛い。クリームっていうのは何やろ、これクリームなのかな。痛い。前よりひどくなってない、これ。ちょっと待って、これは
いや、本当になんかズキズキする。もう彼女に電話で痛いことを訴え続けております。そんな感じで長電話付き合ってくれてありがとう。終わります。というわけで、本日も一日お疲れ様でした。寝ます。それだけですね。もう眠いっす。あと痛い。もともと赤切れがやばすぎて、で、皮膚科行って、皮膚科の薬で一回治ったんですけど、で、また痛くなったんですよね。しかもなんか違う痛み、なんか切れてる痛みがするんですよね。めちゃめちゃ痛いです。ただ、とりあえずサランラップで染み込ませてる感じですね。そうでもしないともうやばい。あと、お鍋めっちゃ美味しかったっすね。給料日の次の日の夜とは思えない生活スタイルですよね。あ、てか、今日もですけど、もうほんまに日々いろんな方が私のバイト先にご飯食べに来てくれています。ありがとうございます。今日は差し入れいただいてありがとうございます。あのケーキめっちゃ美味しかったです。バイトの休憩中にも食べたんでね、あのチョコケーキっていうか食べました。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。なんだかんだ YouTube やっててよかったですね。本当にもうこればっかりは救われてますわ。ありがとうございます。明日もまたバイトですが、明日日曜日じゃけんもっと忙しいんだろうなって思いますね。頑張ろう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは、借金持ち節約貧乏人男である私の Vlog 動画、節約術、いろんな動画を更新していきますので、今後を見てくれるという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram など SNS やってるので、概要欄からチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。また、すずりというアプリで私のオリジナルグッズを販売していますので、チェックよろしくお願いいたします。はい、見た。閉めるよってか、あんたご飯補充するよ。いつの間に朝ゲージを戻ったんだ。今日も通話できてよかったね。明日は会えるから楽しみなんだ。いっぱい可愛がってもらおうぜ。わしも可愛がってもらうか。ほら、もう出ないの。明日の朝一緒に遊ぶの。見た。あれも携帯充電してない。まあ、ちょっとバイト先で充電しまくろう。明日バイト頑張ったら彼女に会います。頑張ろう。みんな愛してるよ。おやすみなさい。